リレーのミスを走って、日本チームに貢献されたと思うんですけれども、その辺どうでしたか？ずっと、3秒80は目標にしていたので、今回世界リレーにつなげられることができてよかったです。あと今日海外の選手と、走ることがあって、やっぱり実力は、ターゲットが強いなと思ったんですけれども、どうですか？そうですね、やはりスタートから一緒に走ってみて、まだまだやっぱり納得いかない部分や悔しい部分も出てきたので、これからしっかり練習したいと思いました。冬の練習が非常にいい、なんか効果が出てるっていうふうに言われてましたけども。そうですね、冬はしっかりと怪我なく練習を積むことができたので、今とても順調に練習できているので、しっかり継続していきたいと思います。あと大学生になられて練習の環境とかも随分変わったのかなと思いますけれども、楽しく毎日。そうですね、とてもいい環境の中で練習をすることができているので、これから、もっともっと頑張らなきゃいけないって思います。あとは日本選手権と、リレーはですね、世界選手権出るんですね。はい、ますます世界で活躍期待していますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。Oh.